アイテム番号 SCP-260JP オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル。 SCP-260JP は標準人型オブジェクト収容室にて収容されます。木本植物を使用した製品、木天然樹脂を原材料とした物品、顔料樹皮を用いた繊維や染料が使用された衣類、リグニンを使用した接着剤、紙製品は絶対に収容室内に持ち込まないでください。担当職員と SCP-260JP には下着から靴下まで化学繊維 100% の専用ウェアを貸与します。施設内で主に使用される野菜、好み類、竹類は安全であることが確認されているため、SCP-260JP の食事に加えても構いません。収容室への入室前には私物をロッカーに預け、入浴と、専用ウェアへの着替え、エアシャワールームの通過が義務付けられます。SCP-260JP には毎日の日本語教育と、毎月1回の健康診断を行ってください。実験などで発生した SCP-260JP-α は、研究の必要がある個体は、大きさや性質に応じてハイドロカルチャーやプランター、または十分な強度を持った特別収容ケースに保管し、その他の個体は焼却処分してください。事件 260JP を受け、収容プロトコルが改定されました。収容室へ入室する職員は、72時間前から特定の食品の摂取の制限を受けます。SCP-260JP の精神的なケアのため、SCP-260JP が不安感を示したら、速やかにカウンセラーと専門医を派遣するようにしてください。説明。SCP-260JP は、少なくとも日本には出生の記録がない詳細不明の人物で、2000年の時点で15歳程度の女性の外見をしています。SCP-260JP は言語を習得していないことに加え、収容以前の記憶がなく、本名や両親、国籍は不明ですが、容姿に欧州人の特徴が見られ、現在本部と欧州の支部にて SCP-260JP の出生について調査されています。なお、現在の SCP-260JP は財団職員による教育によって一般的な小学生低学年程度の知識を習得しており、簡単な日本語での意思疎通が可能です。SCP-260JP の特異性は、SCP-260JP の半径およそ1メートルの距離に、木本植物の幹や枝といった木質化した部位や、木材を使用した製品、以降、対象と故障を近づけた際に見られます。SCP-260JP に近づけられた、または SCP-260JP が近づいた対象からは、季節や温度を問わず様々な植物型の実態、以降 SCP-260JP-α と故障が新しく反応します。SCP-260JP の影響下にある SCP-260JP-α の成長の速度は一般的な植物よりもはるかに速く、木本の SCP-260JP-α であれば24時間で3から4メートルほどの高さにまで成長することが確認されています。SCP-260JP-α の成長はある一定の時点で停止し、無限に成長し続けることはないようですが、木本 SCP-260JP-α の木質化した部位は新たな SCP-260JP-α の苗床の対象となります。SCP-260JP-α の苗床の役割を果たしている対象を SCP-260JP から遠ざける。または SCP-260JP が遠ざかると、SCP-260JP-α は成長を停止し、その後放置した場合、養分不足により枯死します。SCP-260JP の影響下にある間、SCP-260JP-α がどのような方法で養分を得て成長しているかは不明です。苗床が十分にある場合、
ほとんどの SCP-260JP。アルファは SCP-260JP の周囲を筒状に包み込むように成長することから、SCP-260JP。アルファは SCP-260JP を閉じ込める目的があるように見えます。SCP-260JP が SCP-260JP。アルファ群に閉じ込められた場合、外部から SCP-260JP。アルファ群内部の様子を確認することは不可能ですが、SCP-260JP は SCP-260JP。アルファを切り開くことで回収できるため、その後インタビューにより SCP-260JP。アルファ群の内部にいた間のことを聞き出そうと試みましたが、すべての一度を除いたすべてのインタビューにおいて、眠っていた、という回答しか得られませんでした。また、最長3日にわたる閉じ込め実験の後も SCP-260JP の健康状態には全く異常がなく、SCP-260JP、アルファ群の内部にいる間は SCP-260JP、アルファと同様、不明な方法により栄養を得ていると考えられます。追記、条件が確定していませんが、SCP-260JP を閉じ込めた SCP-260JP、アルファ群が自ら道を開け、職員を内部へ招き入れることがあることが判明しました。現在この現象が発生しても内部へ侵入することは許可されていません。詳細はホイさんを参照してください。SCP-260JP、アルファは、苗床のありかによって、形態や生態の特徴が分かれるようです。苗床となる対象が SCP-260JP に近いほど、発生する SCP-260JP、アルファは柔らかく、鮮やかで、良い香りのする基地の草本、特に花を咲かせる形態、生態を持った個体である割合が高く、対照的に、SCP-260JP から遠い、または閉塞された空間にある、他者が所持しているといった苗床からは、高確率で屈強で生命力の高い基地の木本の形態、生態を持った個体、有毒な個体が発生するほか、稀に未知の形態、生態を持った個体が発生することも確認されています。未知の形態、生態を持った個体は、いずれも人体に対して非常に有害な成分を有し、明確な敵意を持って攻撃行動を取る場合もありますが、SCP-260JP に対しては決して攻撃を行いません。SCP-260JP は SCP-260JP。アルファの発生に戸惑う様子はなく、SCP-260JP。アルファは SCP-260JP の意思で発生しているものと考えられていましたが、その後の実験によって発生したいくつかの凶暴な SCP-260JP。アルファに対して恐怖の反応を示したほか、事件。260JP の際に錯乱状態に陥ったことから、現在 SCP-260JP、アルファは SCP-260JP の意思で発生していないか、意思によって発生しているが発生する個体は指定できないものと考えられています。ポイ1、これまでに確認、収容された未知の形態、生態を持つ SCP-260JP、アルファの記録文書。SCP-260JP、アルファ、1、全長 129cm。葉に当たる部分の幅は 70cm。骨格色のハエトリグサのような外見。非常に攻撃的。茎と葉は活発に行動し、特に葉は高度が高く、攻撃対象の肉や骨を噛みちぎろうとする。苗床ごと鉄製のケージに収容し、ネズミ肉の給餌と給水により延命を図ったが、3日で枯死、葉や茎に未知の成分が含まれており、現在死骸を研究中。SCP-260JP、アルファ、2、半透明でゴム質の2本の長い草、全長約 80cm、触れたものに積極的に絡みつき、葉から塩酸を出して捕食する性質を持つ。
植え替えと給水による延命を図ったが失敗。溶けるように消失したため研究も不可能となった。SCP-260JP、アルファ、3、全長35cmの白みかかった草。頂点に不意五条の部位を持ち、その下に鉄と同程度の強度を持った棘のある歯を多数備えている。不意五条の部位と歯は活発に行動する。生物に向かって不意五からメタンガスを放出し、歯を打ち鳴らして火花を散らすことで引火させて攻撃する。植え替えと給水による延命に成功。SCP-260JP から遠ざけたためか、攻撃性もほとんどなくなっているため、現在生態を研究中。SCP-260JP、アルファ、4、全長不明。本体は非常に細いズル。人体に寄生し、操ることで移動などを行う。攻撃的、不明の方法で索敵を行い、SCP-260JP の付近にいる人物に格闘による攻撃を仕掛ける。鎮圧部隊による銃撃を受け寄生対象は無力化。SCP-260JP、アルファ、4も孤死した。ポイ2、SCP-260JP、アルファ発生要因についての実験記録。この実験は事件 260JP の発生を受けて実施されました。実験概要、SCP-260JP、アルファは木本植物の木質化した部位から発生し、そのことからリグニンがその発生要因であると仮定、木材を用いず、リグニンを含む製品を用いた実験を行う。リグニンを原料とした接着剤、発生するリグノバニリン、発生するココア、発生しないアルファルファ、発生しない。メモ、リグニンが発生要因だとするなら、ココアやアルファルファから SCP-260JP、アルファが発生しないというのは不可解だ。SCP-260JP に何か原因がわかるかと尋ねたが、わからない、という回答しか得られなかった。実験概要、総本リグニンを持つイネ科植物を用いた場合、どのような反応が起きるか検証を行う。竹赤、マダケ、発生しない、エールハルタ赤、イネ、発生しない、イチゴツナギ赤、犬麦、発生しない、イチゴツナギ赤、イチゴツナギ、発生しない、イチゴツナギ赤、草よし、発生しない、イチゴツナギ赤、小麦、発生しない、団地区赤、よし、発生しない、ラッパグサ赤、ササクサ、発生しない、ヒゲシバ赤、オニシバ、発生しない、キビ赤、メリケンカルカヤ、発生しない、キビ赤、カモノハシ、発生しない、キビ赤、ススキ、発生しない、キビ赤、サトウキビ、発生しない、キビ赤、トウモロコシ、発生しない、キビ赤、キビ、発生しない、キビ赤、ヒエ、発生しない。メモ、すべてのサンプルにおいて SCP-260JP、アルファの発生は起こらなかった。総本リグニンは発生要因にはならない可能性が高い。念のため、SCP-260JP に、これらのサンプルから SCP-260JP、アルファを発生させられるかと尋ねたが、わからないが、出てこないので無理だと思う。との回答を得た。実験概要、紙製品が SCP-260JP、アルファの発生要因となることから、リグニンが SCP-260JP、アルファの苗床の対象になるという仮説が崩れたため、次に様々なパルプを用いて実験を行う。木材パルプ、N 材、発生する木材パルプ、L 材、発生する非木材パルプ、藁パルプ、発生しない非木材パルプ、バガスパルプ、発生しない非木材パルプ、ヨシパルプ、発生しない非木材パルプ、ケナフパルプ、発生しない非木材パルプ、クワパルプ、発生するコシパルプ、発生する黒液、発生する。メモ、クワ以外の非木材パルプを除いて SCP-260JP、アルファが発生したことから、
木元植物の繊維が関係しているのではないかと考えたが、予想外なことに黒液からも SCP-260JT-α が発生した。実は SCP-260JT はあらゆるもの、そうでなくとも、ほとんどの植物由来のものから SCP-260JT-α を任意に発生させることができて、我々をからかっているのではないだろうか。尋ねてみたが、本当にわからない。と怒って泣き出してしまった。実験概要、リグニンや繊維とは関係のない木本の植物から得た素材を用いて実験を行う。天然樹脂、松ヤニ、発生する天然樹脂、漆、発生する琥珀、発生する天然ゴム、発生する精油、エレミ、発生する樹皮から単離されたフロログルシノール、発生する。メモ、現在のところ、SCP-260JT-α の苗床となる対象の共通点といえば、それが、膨大な加工過程を経ようとも、元は木本植物の、木質化した部位の見た目をしていた、ということぐらいだ。ポイさん、SCP-260JT-α 群が職員を内部へ招き入れた事件の記録。閉じる、概要2000、年、月、日。SCP-260JT-α のサンプル採取を兼ね、SCP-260JT の閉じ込め観察実験を行った際、当時の担当職員の玉那覇研究員が近づいたところ、SCP-260JT-α 群が玉那覇研究員の正面の道を開ける動作を見せる。これを受けて玉那覇研究員はオペレーター室の博士に連絡を行った。記録開始、博士。では、状況の説明をお願いします。玉那覇研究員、SCP-260JT-α が動きました。博士、どのように動きましたか？玉那覇研究員、僕の正面にある草が、こう、自動ドアが開くような手振り、開くように、座り込んで目を閉じている SCP-260JT の姿も確認できます。博士、SCP-260JT に呼びかけられますか？玉那覇研究員、SCP-260JT、聞こえたら返事して、反応ありませんね。玉那覇研究員が SCP-260JT、アルファ群内部に首を入れ覗き込む。玉那覇研究員、博士、入ってみていいですか？博士、危険はなさそうですか？玉那覇研究員、危険を感じたらすぐに戻ります。博士、いいでしょう。念のため、武装した警備員を待機させます。助けが必要なら声を上げてください。玉那覇研究員、わかりました。警備員到着後、玉那覇研究員が SCP-260JT-α 群内部に侵入。即座に SCP-260JT-α 群が塞がり玉那覇研究員を閉じ込める。博士、玉那覇さん、応答を。玉那覇研究員、はい、ノイズ、大丈夫です、激しいノイズ。260JT、返事、激しいノイズ。18分間ノイズのみ。その後、SCP-260JT-α 群が開き、内部から玉那覇研究員があくびをしながら出てくる。博士、玉那覇さん、無事ですか？玉那覇研究員、あ、はい。博士、中であったことを報告してください。玉那覇研究員、中で、あ、すみません。寝てしまいました。何も覚えていません。博士、中で寝ていたのですか？玉那覇研究員、はい、すみません。急にひどく眠くなってしまって。博士、わかりました。一応、玉那覇さんには検査を受けてもらいます。記録を終了します。記録終了。中1、この時のことを、後に回収された SCP-260JT に尋ねると、玉那覇研究員と一緒に遊んで楽しかった、
との回答が得られた。これについて多摩那覇研究員に尋ねたが、寝ていたため記憶にない、との回答を得た。中2、実験後の多摩那覇研究員の検査の結果、心身ともに異常な点はなかったにもかかわらず、この事件の20日後に心不全により死亡した。発見時、遺体からは2種の基地の薬用植物と、甘い香りを放つ未知の草本植物、暫定的に SCP-260JT、ベータとして、が群生しており、現在遺体を保存し研究中。尾行、その後の実験で、筒状になった SCP-260JT、アルファ群を再度開かせる試みを行ったが、未だ再現できていない。当時の多摩那覇研究員はいわゆる SCP-260JT の、お気に入りの、職員だったが、それがこの現象との高い関連性を持っていると推測する。博士。ポイオン、事件、260JT の映像を文章に起こした記録。概要2000年、月、日、表示時刻12時20分50秒から、SCP-260JT へ食事を届けるために2人の財団職員が収容室へ入室して SCP-260JT に近づいた際、片方の職員 A が突然腹痛を訴え、その場にかがみ込む。12時21分秒、職員 B と SCP-260JP が職員 A の旗に呼び声をかける。職員 A が吐血、ついで目、耳、鼻からも大量に出血する。12時21分10秒、職員 B が職員 A を起こそうとするが、職員 A は職員 B を押し倒し、首を絞める。12時21分20秒、SCP-260JP が職員 A の背をつかみ制止するが、職員 A は職員 B の首を絞め続ける。12時21分25秒、職員 A の目、耳、鼻、口からツタや歯が飛び出してくる。職員 B が職員 A を何度も殴打する。12時21分53秒、オペレーター室からの要請により鎮圧部隊が到着し、職員 A を射撃により無力化。職員 A の検視結果と考察。職員 A の死因は銃撃によるものではなく、SCP-260JP、アルファによる胃の破裂と体組織の破壊が原因であると判明。事前の専用エア着用とエアシャワーにより、SCP-260JP、アルファが発生する要因はなかったと思われていたが、収容室入室直前に職員 A がシナモンパウダー入りのコーヒーを飲んでいたことが判明し、胃に残っていた粉末のシナモンが SCP-260JP、アルファの苗床となった可能性が高い。また、職員 A の体内から発見された SCP-260JP、アルファはすでに枯死しているが、未知の形態、生態を持ったため、SCP-260JP、アルファ、4に指定し、記録する。このような残酷な事件を二度と繰り返さないためにも、迅速な収容プロトコルの見直しが必要だ。博士。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録。またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。